はい、皆さんこんにちは。レーシングドライバーの広川和樹です。今回も車の時間番外編、レーシングラグーン実況やっていきたいと思います。はい、それでは物語は横浜グランプリ予選前夜、依然行方のつかめないナンバーさんを探しつつも予選へ向けての最後の準備をする一日となります。で、各チームとも代表決定戦を行って、代表がだんだんと決まってきているという状態です。それでは引き続きいろんなところを回って予選に向けて準備を行っていきたいと思います。それではこちらノース横浜ですね、こちらも回っていきましょう。ランドマークタワー、車両が止まってましたけども、何かあるんですかね。お、またロード画面が、何かイベント発生ということで、何でしょう。おお、ここでもいましたね。前回ベイラ軍不当で見た謎のマシン。お前の方がだいぶ謎だけど。ということで、こちらノース横浜にも謎のマシーンが走り込みを行っているということで、果たしてあの車は何なのか。え、246馬力のミニ。あ、そしてあの前回からちょっとレベルアップじゃないですけど修行を行いまして、車両は FC3S、 ボディがね、フレームというかシャシーは SW20 の MR2 のミッドシップの、おっと喋ってたらダメだね。ボディがシャシーね、 SW20MR2 のシャシーに FC3S のボディをね、ミッドシップ化して乗っけてるという。ああ、ちょ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 、負けた。何も取られなかったからよかったものの、ちょっと走り込みというかね、まだまだ必要ですね。マイクロ GT、 今負けたよ。およ、山田がいますね、ナンパ試験。めげないね、山田。とりあえず一発行ってみましょう。これ毎回もらえるパーツが違うと思うんだけど、前回はね、一応一番いいパーツを取りつつも、あら、今回も足りず。ここにいたのか。辛い。
所っていうとあそこかな。あ、いたいた、山田。ノーネームパーク、名もなき公園。したね、いたね、いたね。はははは。リーダーですからね。お。言った言った、確かに言ってた。辛いからね、辛い辛い。おお、素晴らしい。その覚悟ができるっていうのはね、すごいよ。なかなかそういうところと向き合うことはできないですから。じゃあちょっとそんな高島 VR にも、ここもなんか代表決定戦でもやってるのかな？うんうん。まあまあまあ、エンティしますよ。なんて言ったって以前もやりましたけど、このチキンレースにおいては必勝法がありますから、さっさと勝たせていただきましょう。ということで、とうとうフレディとの戦いですね。なんだかんだここまで戦う機会がなかったフレディ、果たしてどんなもんなのか。まあこちらも正々堂々やれる技術は全て用いて戦います。もう手加減するのは悪いですから。相変わらずのこのレブリミット走り。ほい、あ、負けた、強いな。予想外、ちょっと甘く見た。さすがリーダーってところか。ふん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 。いやでも微妙なラインだったか。もうあとほんのちょいか。ほんのちょいね、あとほんのちょいね。ラストワンブロックくらい。まあまあ、そういうこともあります。やっぱり油断大敵ということで。リムジン社長。
なぜ偉い人はとりあえず葉巻を吸っているというそのステレオタイプ的な。まあこれが横浜グランプリのメインスポンサーも務めているパーツメーカーウォンテックですね。さあさあさあ、ここ今度川崎ところ、まあ桜木町 GT もあの石川とつながりがあるということでどうなっているのやら。すごいの来た。相変わらずすごい。まあ大方の他の人の予想通りってやつ。まあまあまあ、せっかくだから走ってこう。どうかな、結構チューニングはしているものの、とにかくバカっぽかったからな。そう、こっちの方がスペック圧倒的にいいんだけど、100馬力差ですよ。果たしてでもあのロケットスタートというか加速は尋常じゃなかったからな前回。ほら尋常じゃないよ。こっちの方が100馬力もあるのに。おかしいおかしい。直線だけじゃないやい。コーナーで勝負じゃい。さてさて、一通り回ったのでサウス横浜ホームグラウンドに帰ってきました。まあとりあえずやることはやったかなっていう感じなんですけども、まあ、いつものとこでって言ってたんで会いましたね。合流していきましょう。変わったか。いわゆる中二病ってやつ。レイジ。まあ目標があると人は変わるっていうのは言われてますけどね。まあ苦労しますよ。お、これは AZ1 ミッドシップ系スポーツ ABC トリオの AZ1 のシャシーですね。ただ確かこのゲームエンジンとかシャシー AZ1 のはあるけどもボディはないはず。
まあ軽量コンパクトなシャシーのミッドシップっていうのはありがたいことはありがたいんで、まあその分加速回答性良くなるし、まあただピーキーさは出るんで、当分は MR2 のこのシャシーでいいかな。とりあえず今日はこれで、おおつつつベーラ軍不当に車両を止めて締めたいと思います。いやーポエミーですね相変わらずそうさ走り終える。終わらない、終わらないんです。ここで来ます。難波さん声が聞こえる、声が完全にホラーですよ。ホラー、どうしてしまったのか難波さん。パッシング、果たして一体何なのか。セブンベース、1969難波さんのセブン、見たことないやろ。まあこっちも変なセブン乗ってるけど、難波さんどうしちまったんだ。てこなセブン2台、闇色の目をした難波さん、難波さん、クマが、何が分かった。同じ、逃げられない。声とはなんだ、声、ここでもう一度勝負。冗談じゃねえ。もう戻れない。陳腐の楽しさを味わっていただけの軽くて薄っぺらいあの頃には戻れない。ということで
どこかおかしくなってしまった難波さんとの勝負です。色味が暗い深夜だからなのか、コースが見づらい、速い、そして結構注意してあるんですよ。速い、圧倒的速さ。いやいやいや、まあミスもあるけど、ミスがなかったとしてもちょっとその速さは、難波さん早い、本当に今までの難波さんではないっていう感じ。圧倒的、止めることはできない。モンスターマシーン、クレイジードライバー。そうだね、相手にされなかった、何一つ確かめることもできなかった。ということで、ここで The night is completed、 このショー終了となります。どうしてしまったんだ難波さんという中で、明日には横浜グランプリの予選も控えていると。今後どうなってしまうのかご期待ください。それではご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いします。